ということで今回から後半戦ですね、今回はシカゴカブスとの3連戦をねやっていきたいと思います。でこの試合のね1戦目先発がダルビッシュ投手なのでダルビッシュ対高尾の対決もちょっと注目ですね。あまた高尾がなんか注目されてんな、あナショナルリーグのオールスターに選ばれましたよみたいな、うん、カージナルスに来てね初めての試合でもこうやって注目されてましたけど、ここでもまた注目されるんだね。まあ、改めて後半戦始まったからって感じなのかな。うん。さあということでやっていきましょうか。ダルビッシュ投手とは初対決かな。うん。まあ、能力こんな感じですね。カットボール、フォーシーム、スライダー、ツーシーム、縦カーブ。さあ行きましょう。おー、いいコース。いや、カブスそれにしても強えな、チームとしては。いや確かにね、オーダー見て結構メンツ揃ってるなとは思ったんですよね。うん、そうそうそう、こんな感じでカブスのねスタメンが、まあ、こんな感じなんですけど、まあ、1番バエズで2番ウルシェラ、3番ブライアント、4番コントレラス、5番リゾ、6番シュワーバーみたいな感じで、なかなかメンバーがね揃ってるんですよね。もうだって2位となんか15、6ゲーム差ぐらいつけてたもんね今ね。あーボール球だったか。よし、フルカウント。おお、OK、ギリギリボール。よしよし。いや、ファーボールもね大事な出塁だからね。うん、スティールベースの指示が出たな。あ、ちょっと待った、ちょっと待った間違った。いや、ちょっと早すぎた。いや違うのよ、ちょっとスティックをさ押し込みすぎたんだよね。あー、いや進むと思わなかった。よし、高尾の2打席目。1点カージナルス取って勝ってんのか。おお、際どいとこだったな今。うん、ストライク判定されてても全然おかしくなかったね。ショータイミング遅れてるか、ちょっと。ここは追い込まれたからコンタクトスイングでいくかな。あー三振か。最後カットボールか、低めボール球の。ちくしょう、思わず振ってしまったな。さあ高尾の3打席目になるかな。うん、あこれショータイム使うか。うん、あーていうかピッチャー変わってるじゃん。あーダルビッシュもう交代させられちゃったのか。あーなんだ、もう1打席ぐらい対戦したかったけどな。あー嘘、マジか。いやー嘘。もうちょい低くミートできてたらな。おチャレンジきたね。コンタクトスイングでヒット打て、こっちが、ツーベースかそれ以上か。うん、どうしよっかな。コンタクトスイング、まあじゃあこっち行こうか、コンタクトスイングで。球速いな。球種がフォーシーム、カットボール、スライダー、ツーシームか。だからスライダー系が2球種とストレート系が2球種って感じだね。うん、お、どうよ。あ、フェアゾーンでいったね。 OKOKOK、 これはツーベースになるんじゃないか。 OK、 ナイバッチ、やったぜ。よし、これで18試合連続ヒット。いやー、なんとか連続試合ヒットの記録も更新できたね。さよならか。まあまあ結果的にチーム勝てたけど、
先発マイコラスですね、カージナルス。マイコラス7勝11敗で負けが込んでるのか。さあ2試合目かな、うん、第1打席ですね。ピッチャーがアドバート・アルゾレイというピッチャーですね、うん、球種がフォーシーム、カーブ、チェンジアップ、ツーシームか。 OK、 もう早速マイコラス4点取られちゃってるからな、少しでも援護してあげたいね。あー、ファルか。どうよ。あー、バエズ、くっそー、バエズいい守備してんなー。いやー、さすがだね。いや、結構いい当たりだとは思ったんだけどなー。くー、いいとこで取るなー。いやー、しかも両膝ついての送球だったもんね。あ、でもカージナルス追いついてるじゃん。ナイスナイス。とりあえずこれで同点だもんね。自信度で言うと、まあ、そんなにあれか、どれもあんま変わんないけど、まあ、フォーシームツーシームが比較的高めかな。うお、チェンジアップか。あの高さで落とされると手出したくなっちゃうな、やっぱりな。さあ高尾の3打席目かな、うん、ランナーいないのか。うーん、まだちょっとタイミング合ってないな、あんまり。おお、いいところだけどな、際どかった。高尾にとってはラッキーだったね。いやー、なんかな、打てる気がしないな今のところ。あー、チェンジアップ、甘かったけどな今な、コースは。いや、ダメだね、打てないわこのピッチャー。さあ4打席目チャレンジきたね。これがマイスイングで、コンタクトして、で、まあ、最終的にヒット打てってやったね。でこっちがアヘッドカウントで、ヒット打て。まあ、どっちかというと上の方がいいんだけど、ただパーソナリティのこのライトニングロッドはもう上がらなくなっちゃってるので、まあこっちで行こうかな。うん、いまいちアヘッドアカウントがね、ちょっとまだピンときてないんだけど、とりあえずピッチャーが変わって、カットボール、シンカー、フォーシーム、カーブね。よし、一旦見送っとこう。うん、今ボールが先行してる状態だから、これで打ってアヘッドになるかだよね。ボール先行の状態で、とりあえず1点差で負けてくからな、ここは何かしらヒットを打ちたいな。よし、これはどうよ、いかないか。くっそ、マジで。うーわー、くっそ、今当たり結構良かった気したんだけどな。でもなんかボールの勢いはね、ちょっと弱いかなって打った後に思ったんは思ったんだよね。いや、今のはホームランになってて欲しかったな。あー、お、え、勝ってるし。いや、これはちょっと予想外だったぞ。さあ3試合目の1打席目ですね。よし、あ、架空選手なんだな、ピッチャー、ダンカン・ロビンソンっていう。フォーシーム、縦カーブ、チェンジアップ、ツーシームか。OK、縦カーブが緩急効いてそうだったな、これか。この縦カーブがあるのは、ちょっとな、球種絞りづらいな。うわ、今の最後何だったんだろう。どうだこれ、間に合うか。
あー、取れないか。間に合わなかったか。いや、今ダイビングキャッチできなかったな。タイミング見計らって狙ってみたんだけど、ちょっと遅かったか。うーわー、8対0だもんな。どうしようかな。もうショータイム使っちゃうかな。ここでランナー一応一塁にいるし、 OK、 よし OK。 とりあえず、うん、長打にはなるな。回ってくるか。お、回ってきたね。 OK、 ナイスランだぜ、ファーストランナー。よし、じゃあここはライトニングロッド解放したからね。ここで2アウトになったから、これはいけるでしょう。ちょっと今のはアウトじゃないよ。というか本当にヘッスラしてくんなくなってんな。さあ、3打席目か。うん、あーしゃぶねー。もっと上だよな、ミートするところ。よし、 OK、 フルカウントか。いや、ストレートキレあるな、なんか。よし、お、なんかピッチャー変わってるな。どうよ、行ってほしい。あ、行ったかな、これ。やったぜ、 OK。 相変わらず球団移籍してもあのパフォーマンスはね、持続してるからね。いやー、でも滞空時間の長いホームランだったね。まあ試合は当然負けるよね、あの試合展開だったら。うん、いやー、まあでも、うん、最後の最後でホームランは出たからな。うん、まあよかったよかった。またちょっと日程進めていきましょうかね。はい。